青雲は海上自衛隊の護衛艦。山雲型護衛艦の四番艦。本艦以降の後期型を青雲、型と称する場合もある。艦名は青みを帯びた灰色の雲すなわち、星雲に由来する。なお、青雲という艦名は帝国海軍、海上自衛隊を通じて最初であった。ただし、改めご計画で計画されながら、建造取り止めで未成艦となった。 秋月型駆逐艦の第5063号艦の予定艦ウに生運の名がある。青雲は第3次防衛力整備計画に基づく昭和44度計画2000トン型警備艦2207号艦として住友重機械工業浦賀工場で1970年10月2日に寄港され1972年3月30日に浸水。 1972年11月25日に収益し、同日付で第2護衛隊軍令下に進編された第23護衛隊に朝雲と共に編入され、佐世保に配備された。1974年及び1978年、遠洋練習公開に参加。1976年7月17日から8月28日までの間、護衛艦秋雲、 潜水艦なる使用及び P-2J8 機とともにハワイ派遣訓練に参加。1979年10月5日、長崎県の寺島白地において、両艦、秋雲とレーダーや照明を一切使わず、月明だけを頼りとする夜間闘病訓練を実施中に、青雲の艦首が秋雲の右舷後部に接触し、秋雲の水薦上に、 箱が生じ、青雲の上艦首推薦上に小亀列が生じた。両艦とも負傷者なし。1982年3月27日、第23護衛隊が第4護衛隊軍令下に編成替えとなり、提形校が大港に転籍。1990年1月31日、第23護衛隊が大港地方隊令下に編成替え。 1993年7月12日に発生した北海道南西沖地震による災害派遣活動に従事。1997年3月24日、対番号の改正により、第23護衛隊が第25護衛隊に解消。1999年3月18日、練習艦に種別変更され、艦籍番号が TB-3512 に変更。 練習艦隊第一練習隊に編入され、低傾向が悪れに転籍。2003年6月13日、除籍。収益中の総工程は82万117回り、地球約41周分に達した。海上自衛新聞、2003年6月27日、第7面。ありがとうございます。